びっくりっていうか、皆さん見られてびっくりされますし、みんなからまだ売れてないんだよねって言われるんですけど、色が白くて種が赤く手締めやすい人です。いちごを作っています。白い宝石というブランドの名前のいちごで販売しています。1パック約4000円ほどで販売をしております。白い宝石は基本的に、世の中に白いちごっていうのはたくさんあるんですけど、その中でも格段に白くて大きい、他に類を見ないいちごですよ。私以外の人は現状として作っていません。栽培にあたってかなり難しい点と、量的に普通のいちごと比較してもできないし、白いいちごはよりよく白く作れば作るほど果実の擦れ、傷ともに赤よりも目立ってしまいますので、製品になる確率が10分の1ぐらいに減ってしまいます。ちょっと高価なイチゴになってしまいます。色、形、サイズともにトータルバランスで優れたイチゴです。味も立派なイチゴだと思います。意外とこう、なんていうかな、奥深いようなインパクトはないんだけど、ずっとこう不思議な感じで美味しいっていうような感じですもんね。白い宝石で作り始めてもう約4年。白いイチゴ作りで楽しいこと、幸せを感じることは、自分が想像できない味、香り、そして形っていうのが生まれてできてくるのを、よく私自身が実感できるからです。いや、目指すところはイチゴで他の果物の味がするとか、甘いとか美味しいとか、お客さんに絶対このイチゴは間違いないと言われるまで突き進むしかないですね。